アメコスです。3、4万人記念突撃オカー。画面いつも見てくれてるね方は画面1人足りないなと思ってると思うんですけど、今回ソータがちょっと編集の関係でね来れないと、なので今回この3人でやっていこうと思います。よろしくお願いします。突撃オフ会4人揃わないのよ4人になってからはいはい、はい、4人で楽しませるものなのに、うん、ちょっと片手間感が垣間見えるというか、オフ会、そう、突撃オフ会やな。そう、3、4万人記念とは言いつつも俺初めての突撃オフ会なのよ。あ、そっか。1人の人をいかに楽しませられるかっていう、これも逆なのよね。ああ、なるほどね。本来は3万人記念でやろうとしてたんだけど、アメコズの勢いがやばいから、3、4万人っていうこのくくりになっちゃってるっていうね、うん、そうね。これはどうなの？その5万人ではやるの？5万人やろうよ。5万人やりたい。5万人やるけど、6、7、8とかはもうすぐ行っちゃうからそうなんだよね、すぐ行っちゃうよ。5の次は10だな。5の次10だな。5の次10だな。で、10の次は15だな、多分。そしたらそうだね、5万人行ったら山本くんが焼肉に連れてってくれるということで、ね、やばいあっていいの？だから今からそのチャンネル買わなきゃ。この山本くんに焼肉連れてってもらうためにもね、頑張ってくる。これからもね、応援よろしくお願いします。お願いします。その中で行き先を決めていくと、はい、インスタのストーリーで投稿しまして、はい、それで一番早く反応した人に、うん、実際に明日会いに行くっていう企画。はいはい、なるほどね。そのストーリーだけはね、俺とよろずで昨日撮って、うん、場所がちゃんと決まりました。はいはいはい。行き先よろずさん、はい、お願いします。行き先は千葉県です。うわー、近い近いな。ほっと肩を落としたワンちゃん熊本とかだったら死ぬなと思ってたわ。よかった。あ、熊本もいました。あ、いたんだ。今回はね、ちゃんとスクショ撮れました。あ、ほんと。いつもだったらもうカカカカってきちゃうんでずれちゃうんだよね、やるって。あー、なるほどね。で、この次にスクショ撮ったのが死ねっていう件なんだよよくないよあんまり死ねとかっていうことは他の人も来ていいよって形にしたんで、うん、もしかしたらめっちゃいろんな人が来てる場合もある。はいはい。でも、じゃあその人に向けてなんかいろんなことをしてあげたり、ご飯食べたりみたいな、うん、それではレッツー、それではあっちまの方に向かいたいと思います。ファンの子に会えるのか。わざわざ向かってやってるんですもんね。こっちはね、あんまり良くないな。ちょっと時間を使ってわざわざ出向いてあげてるんで。嬉しいけどね、ファンの子に会えるの。何するの？何したいっていうの？まあ基本はプリクラだったりとか。プリクラね。ご飯食べたいとか。はい。まだフッとかじゃない？フッ。まあ頼まれたらね。ついの。あ、オフパコとかじゃない？お、一応オンだからいい。あ、オンパコだから。オンパコだといいの？うん。あ、すげえ、見て。あ。発音全然違うわ。え、ちょっと待ってよ。ソータだけで十分なんじゃない？スカイツリーは普通に、うん、スカイにツリー、スカイツリーに。本当に。結構こう巻いて言うのかな。いや、まあ R の発音大事なんだよね。まあ、まあ英語は大事かも。そう。シャトレーゼ。嘘つけー。嘘つけー。シャトレーゼ。向かっていきましょうか。はい、行きましょう。はい。え、もう結構近い？もうね、すぐそこなのよ。あ、なるほどね。普段男受けしかしない、女の子受けしないということで。あったかいわちゃん。この普段の動画ではちょっとウケないなってなっても、リアルで優しかったらこれ落ちますから。出てきたらギャップ俺いらないと思うんだよ。あ、そうなんだ。やっぱあれ、向こうがと欲してるのはさ、ありのままの俺らなわけ。俺らであることが一番向こうにとっての嬉しいことだから。あ、なるほどね。俺会った瞬間にピンタしてやろうかな。あ、そういうことか。あ、じゃあお前はそのギャップとかいらないんだ。いらないいらない。俺だよ、俺が来てあげたよ。俺だよ、俺が来てあげたよ。じゃあそれめっちゃいらない。バチンチ待って、飲んでんだよ。だって、言ってたよ。よろずが教えてくれたじゃん。ギャップいらないって言ってたじゃん。それだけは渡す。これだけ渡す。それだけは渡す。そうそう、なんじゃないですか。え、ちょっと待って。違うよ。なんかいっぱいいるわ。そんないるわけある。そんないるわけない。そんないるわけないよ。なんかいっぱいいんな。なわけないもん。あんな売れてたっけ。俺あんな売れてないから、俺あれ、俺あんなわけないもん。これやっぱそうだよ。絶対違うよ。こんな人数いない。俺はちょっと売れてない。違う、ありえるわ。ありえないでしょ。本来ならこの企画は一人でこっちが多い人数で行くのよ。こっちが4人ぐらいでおもてなしするっていう感じなんだけど、ちゃんとオフ会になっちゃってるわ。じゃあちょっと明るいところ行って。明るい。そこの下とかじゃない。到着。今回さ、勝ち取ってくれた子、あ、一応前見れる。年齢と推しと面白いこと。面白いこと。これだからね、元は続いてきたかなって。初めてのオフ会ね。こもらっちゃうから。18歳ミニヨシです。はいはいはい。珍しい。よくないね。ありがたい。一人いただければ。ケニーが追い
きり酔っ払ってるやつ。あ、最初のやつだ。かなり前のね、5人の時代のやつだ。昔から応援してくれてる子だから。ダメこぞ知ったのは何だ。原宿で声かけられて名刺もらって。まあ、名刺勢か。で、一人ずつ名刺渡してそこに QR コード書いて、はい、もらわせんの。全然2週間ぐらいしかないから。あ、短いんだ。マジ珍しい。あ、じゃあ珍しいんだ。なんかしたいことだったりね。あ、そうだ、一応一番したいことでしょ。やっぱ企画上ね、当ててくれたこの旅に来るってやつだから、うん、こっちがメインなわけですよ。皆さんはね、モブですからね。あんまり期待しないでください。言わなきゃいいんだよ。なんて呼んだらいい。アイナでも。アイナでも。あ、じゃあアイナって呼んで、こっちこいつらって呼ぶ。やめてください。やめてください。言葉からね。言わないと。みんなは多分ここまでになっちゃうから。てかみんないるからさ、ちょっと写真撮ったりとかして。あ、じゃあ、これは前だ。前だ。誰が下がっていって言ったんだよ。ごめんなさい、ごめんなさい。厳しいな。厳しいな。はい、ということで、全員でやる突撃公開、これでね、一回終わろうと思うんでね。あ、ありがとう、ありがとうな。うん。これ編集で面白くなってる。なるわけが大丈夫って不安になってます。面白って出るから安心して。ハッシュタグ面白い人。そう編集なわけじゃない。なるほど。来てくれて、寒いな、来てくれてありがとうございました。まあ、こんな感じでね、終わろうかなと思うんで、ね、せーの、バイバーイ。やっぱ夢を叶えるのは我々の使命ですから、ね、はいはいはい、プリクラ撮りたいらしいんで、はいはいはい、ちょっと向かっていきましょう。プリクラをすんのね。言わなくていいよ。大丈夫かな、まだ、うん、怖いもん。ハッピーなことがいっぱい頂戴して、一応言ってみてもいいけど。本当に女がしゃさんなのか言っちゃダメかな。あ、絶対ダメ。ダメか。ダメか。ダメか。ダメだ。ダメか。女性蔑視だ。散歩後ろ歩けとか言っちゃダメか。女性蔑視。今日はそういう時代じゃないよ。あ、OK、仲良き仲良きしろ。仲良き仲良き仲良き。可愛いのがいいんかな。サインの書いてあげたら嬉しいし。サイン書いてほしい。仮にも女子高生だから。サイン3人のプリクラ今やばいよ、これ間違えていじめだから。あ、そうじゃない、ごめんごめん。これ、まあ、これとかいいんだから。これこそいじめよ。これダメでしょ、イカゲームみたいになってるから。減らして減らして立ててみてくださ。これ撮ってやるんです、全員全員。結構、ぬいぐるみとかできるっしょ。これさ、二等身だから、重心が頭の方にある。だから、頭側行くか、足を払うしかないんだけど。はいはいはい、うん、嘘でしょ。どういう未来が見えたの、お前にそれ。寝返り。じゃ他のも行こう、他のも。これ正直簡単すぎる。簡単。これも多分数が多すぎちゃうから、うん、いらないかなと思ったんで、うん、これにします。お願いします。これ。え、これ景品。これ。あれ、これどれが景品なの。これ積み上げて。ゼロからやる必要ないでしょ。こんな感じでやったの、黄色で作れるって。これ作り上げた後なんだ。これがこっちになった。これ俺が作ったの。俺が作ったの。こうやって頑張る。なわけなくない。お。なんで1個しか落ちない。絶対いける。見た見た、積み上げて、ほら。ほら、いや俺、お前、これ作ろうとしてる。じゃあ、ここからは2枚あげます。いいね。ここから、ベジマルことケニーをあげて大切に使ってください。やった、やった、おめでとう。見たろ、ほら、ほらや。あいつ、いない間に、あいよ、やったー、あらよ。ほらよ、イエーイ、ありがとう、ね、来てくれてありがとうね。バイバーイ。